はい、4チャンネルリモコンの説明をします。まずこちらですね、 12V の電源が入っています。ちょうど、こちらの端子とこちらの端子が 12V になってます。下側がマイナス、上側がプラスの端子です。それでですね、リレーが ABCD、リモコンが ABCD とありまして、ここの白い枠ですね、この中をショートさせると、リレーのこの真ん中の端子に電気が流れるようになってます。こちらのプラスがこういう感じですね。こことここをショートさせると、こういう感じで電気が流れてます。で、外れてる場合、こうショートさせてない場合は電気が一切入ってないので、例えば乾電池とモーターをここで制御したり、何かの電気のスイッチを入れたり切ったりするっていうことですね。で、こちら例えば 12V の、何かアクセサリーを使いたいときは、ここをショートさせると、この四角いところをショートさせると、真ん中の端子と、こちらかこちらの方に電気が流れる仕組みになってます。この場合ですと真ん中が、電気が来てて、左側こちらが、リレーがオフの時に電気が流れます。で、右側の方はリレーがオンになると電気が流れます。ここがコモンで、ノーマルオープンがこっち、ノーマルクローズがこっちっていう感じになってますね。で、今ちょっとあり合わせの部品で LED をC と D につけて、それぞれのモードをね、確認していきますね。で、12V はここ、こんな感じでね、ショートさせてますので 12V が来るようになります。で、まずはじめに説明書のオルタネイトモード、自己保持モードですね。これが、今セットされている状態です。ここですね、ジャンパーピンの2番と3番をショートするように、ショートピンがね、今はめてある状態です。で、この状態でスイッチをしますね。はい、自己保持されてますね。C と D が自己保持の状態、オルタネートモードです。押すとオン、押すとオフ、押すとオン、押すとオフっていう感じになってますね。はい、次に、次のモードがですね、モーメンタリーモード、押してる間だけオンになるモードが、こちらのショートピンを抜き取ります。ここですね、これを抜き取ります。ピンセットか何かで抜いて、はい、こんな感じですね。はい、じゃあやってみますよ。はい、じゃあ C、 はい、こんな感じですね。押してる間だけオンで、離すとオフ。 D も同様ですね。で、 C と D を押すとこんな感じ、押してる間だけオンになります。はい、こういう感じですね。はい、次にインターロックモードっていうのをやっていきますね。インターロックモードっていうのは、例えば A を押してます、A がオンになってる。で、次はね、 D を押すと D がオンになって A がオフみたいな感じですね。ショートピンの1番と2番このここ、真ん中と外側ですね、これをショートさせますね。はい、Cで、これはですね、オルタネートモードになりますね。はい、D。で、C が切れましたね。はい、C が切れて、D がオン。じゃ、今度こっち C をやりますよ。はい、D が消えて、C がオンになりました。同じようにね、A と B もね、こんな感じで。同時には、今こうやってやったらついたね。本当はね、つかないんですけどね、こういうのはね。
どれかが、あの自動販売機のボタンみたいですね。これ今、両方ともジュースが出てきちゃってる状態。こんな感じですね。どれか1個がオンにならなきゃいけないですね、本当はね。まあ一応このリモコンだと同時押しで両方ともオンになるようですね。例えばこっちの電気をつけたいとき、でこっちの電気をつけたい、こんな感じですね。で一応これでモードが、3つのモードでね、すべてになります。最初はね、オルタネイトモード、押したらオン、もう一回押すとオフっていうオルタネイトモード。もう一つは、押している間だけオンになるモーメンタリーモード。ね。もう押してる間だけオンになる。で、最後に言ったのが、インターロックモード。どれか一つしか選択できませんよっていうやつですね。と、まあこんな感じになっています。ちょっと表側見てみますね。はい。説明書によると、はい、これをショートピンを抜きますよ、まず。で、この外側から1番、真ん中が2番、で、基板の内側になるのが3番っていうことですね。まず2番、3番がオルタネイト。この真ん中と、基板の内側、この2番と3番がオルタネイトモード。で、次はピンを外しちゃう。この、ショートピンを抜き取ると、モーメンタリーモード。で、最後に説明したインターロックモードは、1番、この外側と真ん中の2番のピンをショートさせると、インターロックモードっていうことですね。で、この、明るい。ここの、タクトスイッチですね。これを押すのは何かっていうと、このリモコンの学習モードですね。リモコンを増やせるのかな？ちょっとね、怖くてできないんで、これはちょっと誰かレビューしてください。ちょっと自分ね、この、ペアリングが、途絶えちゃうとね、ちょっと困るんで、これはちょっと誰か勇気のある人、レビューしてください。こんな感じですね。で、このボタンを6秒以上押すことで、設定がリセットされるっていうことが書いてありますので、ペアリングがなくなってちゃうのかな、ちょっとね、わかんないんですけど、これはね、ちょっと誰かお願いします。私の方はこのリレーの、説明だけで終わります。すみません。こんな感じですね。じゃあ良いリモコンライフを送ってください。